こんにちは。6月の22日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻今4時25分を過ぎたところでございますが。さて、本日の東京市場でございますが、かなり静かな展開でございましたが、これ、えー 以前のですね、このバイシナでちょっとご案内させていただきましたが早朝に RBNZ ニュージーランド準備銀行の政策会はございましたえ通貨高はあお嫌だそうでございますけども朝ちょっとですねニュージーランドドルボラタイルの値、ね、動きをした経緯ございますさてで今私右手に持っておりますのが今日は朝の午前9時から 資初の寄り付きに合わせてでございますが日本テレビさんに出演させていただきましたでこの時に申し上げた見解はです、ね、リキアのエフェクス土ブログのところで画像の方をクリックしていただくとご覧になりますもしくは日本テレビさんのホームページご覧になっていただければというところなんですが本日日経平均株価の方はです、ね、1万9100円台を中心としてでドル円相場の方ですが1ドル =111 円台前半、まあ、この辺を維持できるのかどうかという,ようなところでポイントとして申し上げさせていただいた経緯なんです。 ですが気になったところとこういうふうにして申し上げたのはこれリキアのエフェクス道場、ブログのところでちょっと書かせていただいたんですが、OPEC=、えーえーまあ、石油輸出機構ですね、こちらの方では減産合意ができているんだけどもイランの石油省イランの石油大臣がこれ合意形成するにはかなり見通し厳しいぞということをおっしゃっていたところで原油価格がちょっと と、まあ、上値重くなってというところで、えー、本日でございますが、資源価格を中心とした。まあ、個別銘柄であったり、通貨であったりと、お、いうところで、ちょっと上値が、内緒はちょっとボラタイルの値動きになるのではないかというふうにして、申し上げた経緯がございました。で、本日の日経平均株価とドル円レート、ちょっとご覧になっていただければと思います。えー、特にお昼過ぎなんです。お昼前ですね。ごめんなさい。えー、ドル円相場のはぐっと下押ししてるんですが、カナダドル円だったりだとか。え、オーストラリアドル円、資源国通貨。 でのまあクロス線の下押しでドル円相場一ドル百十一円台割れた経緯ございます日経平均株価も、えー、それに連なって圧迫されてしまったというところなんですが、まあ、最終的にはやはり二、えー、万 トンで100円台が日経平均株価でドル円相場の方も111円台前半推移というような展開で終了したというところでございます。現時刻においてドル円相場がまたまた1ドル111円台割れを脅かされるような展開になっているで日経平均株価、東京、えー、金融取引所、クリック株365での日経225の方が今やはり2万トンで100円台を ちょっと割らせるようなまあ、脅かされ方をしているというところでございますでこちら日経225のオプションの方なんですが、えー、コールの方もプットの方もですねもう、まあ、ちょっとボリュームの方は今日はあまり目立たないんですがロングストラドルなんでしょうがカバードプットカバードコールそれぞれですねまあ、どっちに動いてもいいよというのは出来高で、えー 感じられるのが2万トンで750円のコールが3000枚強、えー、1万9000円のプットが2000枚強とこういうところでの動きがまあちょっと目についたところでございますさてで今日はす繰り返しになりますがそれほど大きな材料がなかったというところで菅官房長官の記者会見をちょっと拝見したんですが 今はやはり学園問題で憲法53条に基づいて臨時国会の召集を野党がというような動きが 質問で記者からの質問出ていたということとあとはですねスマホなどで、えー、仮想通貨、えーまあ、話題になっておりますがゲームなどで仮想通貨ですよね、えー、そうすバーチャルマネー、えー、こうしたものに対する信託保全だとかというものに関して菅官房長官がおっしゃっていたのが非常に、えー、印象的でございましたさてで、えー、もうこれ見たび繰り返しになりますが非常にマーケットがですねテーマなきテーマの中でですねちょっと右往左往しているのかなと言いつつも原油であったりだとか資源国の動き 内緒は債券、金利価格の方で、えー、マーケットが、まあ、う強弱されているというところでございますので、そこで今回のテーマはですねこちらでご案内させていただこうかと思います。ドル円基調を惑わす理由を探れというところです。まあ、要は動かないけども動かない中で何か方向性あるよねというところで、えー、マトリックスでちょっとご覧になっていただければと思いますが、過去200日営業日での相関、えーまあ、係数です。 えー、黄色のところがまあまあこれ、えー、同じものでございますのでご確認していただければと思いますが要は同じ相関係数、まあ、1というのがあ全く同じ動きでございますので、ね、トレンド的に同じような動きしているのは何というところでございます、えー、ドル円においてはですね やはり5ドル円が今0.9以上というところで同じような方向性を見てるねと。えー、下のところのチャートはこれ冷やしのチャートでございます。6月以降なんですが、まあトレンド的には同じような方向を見てるねと一つ、えー、ベンチマークになるのかなというふうにして思います。で、一方で、えー、米国の10年債金利と合わせてみると0.95ともっとトレンド的には同じような方向性を見出すことができるというところなんですが、場、えー、場面場面によって、まあ、ニューヨーヨクの原油 とは大した相関係すらないのかもしれませんが、えー、これが急に惑わしてきたりだとか、まあ、ポンド円が急に惑わしてきたりだとかというような状況になっているというところをですね、えー、ちょっとご確認していただければというふうにして思います。えー、でちなみにでございますが、トレンド的には日経225とニューヨークの原油というのはあまりまあ大きな相関係数はないのかなというふうにして思うんですが、さて、今日の個別銘柄、えー、ちょっと と感じるのは、うーん、今日はですね、まあ、ちなみに3日連続の陰線という形で日経平均株価の方は、えー、続落して終了というような形になったんですが、今日ですね、日経平均の採用名画の中でちょっと目立ちましたのは、えー、6366の千代田格好圏だとか、あとは1963の日記でしょうかね、原油の下落というところで、これちょっと飛び火というんでしょうかね、割り送ってしまったのかもしれませんが、 原油の下落でプラント関連株が下落してしまったというところが今日はちょっと下落の中で目立ったのかなとちょっと気になったというところでございました。えー、まあ原油安その他まあ国際定石だとか石油資源だとかというところまあ資源全体のところではあったんですが、えー、こうしたところでちょっと先んじて回り道したのかなという感じがしなくもないような今日動きでした。で、一方で でナスダックだとかというところで、ハイテク関連の方が非常に強かったところで、えー、まあこちらの方には、 まあ大きくランキングはされておりませんが、ソニーだとか富士通だとか村田製作所、資料ハイテク株非常に堅調だったというところです。その他ですけども、やはり下落したところでちょっと気になりましたのは、えン、ー、損保ホールディングであったりだとか、えー、あとはそうですね、まあ MS&OAD でしょうかね、8725ですけども、まあこちらの方、まあ、あとはこちらの方にもランクインはしておりませんけども、 東京会場だとか、えー、ちょっと保険関連のところが非常に今日はですね、弱かったなというところです。全般的には、あ33業種中のうち、えー、13業種のみが値上がりとこういうところで、値上がり上位は実は保険、まあ、あとは、えー、こうした、 工業関係というんでしょうかね、えー。そうしたところの下落が目立ったというところでございます。えー、本日でございますけれども、えー、値上がり銘柄数は992、値下がりが875というところです。まあ、それほどびっくりするほど、まあ、値幅がこれしかなかったのでというところになるんですが、えー、今夜の やはり欧米市場の動き、やはり東京市場単体ではなかなかですねテーマを見出しづらいのかなというところが今日東京市場を終えての私、個人的な率直な感想でございます。 まずはドル円でございます。えー、予想レンジは0の80、1の70と、こういうところで90セ幅なんですが、先ほど申し上げたとおり、現時刻において1ドル11円水準ぐらいでございます。えー、厳密にはもうこの水準で買っていいんじゃないかなというふうにして思っております。弱、えー、要は110円台の後半になるとかなり寝がたいよ、とこういうところなんですが、ただし、上値もかなり重いです。1の70、80ア,アラウンドでは、これもダブルトップをつけておりますので、 この水準を超えていくのにかなり厳しいのかなというところで、利食い仙林リキアということで、まあ、1のちょうどで買って1の50で売る、50銭幅狙いと、もうこれでもう恩の字なんじゃないかなといううにして見ております。えー、食いができれば利食い仙林リキアなんですが、損切りの部分ですね、えー、上昇帯のところの入り口まで来た場合は、これ1、 たんてしまうという必然性を感じましたということで、マ、え、ル、ー、の六丸ルでエグジットというところでございます。えーあえー、そうですね、丸の六丸ルでエグジットと、百十円の六十銭でエグジットというところで、一、えー、のちょうどで買って一の五丸で売る五十銭幅狙いなんですが、アゲンストは百十円の六十銭、四十銭リスクというところでございます。この上昇帯ですね。いずれにしてもまあもうちょっと引っ張ってがんがんるんだという方もいらっしゃるかと思いますが、この上昇帯を埋め戻す のかどうかちょっとご注意いただければというところそして上値なんですが111円台の半ば超えのところまで期待したいんですがそこまで上昇していく材料が何になるのかと何が出てくるのかというのがちょっと非常に見出しづらいところではございますがそうした中で今日今夜でございますが期待を持って見ておりますのが3つほど全て米国事情でございますけれども新規失業権申請件数もあるんですがパウエル frb 理事 今夜、えー、こううは議会証言がございます。で、これですね、まあ、えー、規制緩和に関して、事前の走行私見た限りですと、規制緩和、銀行に対する規制緩和なんですよね。これに関して、まだまだ、えー、例えば、ディーリングなどに関しては、えー、緩和の余地があるんじゃないかというようなことをおっしゃってましたので、銀行株を中心として、ニューヨーク市場、今日盛り上がってくるのかどうか一応見ておきたい。で、それと合わせてなんですが、FRB、今日は銀行のストレステストについて公表予定でございますので、 で、えー、これがどういった形で出てくるのかどうかちょっと一応期待したいというところです。で、それとですね、深夜でございます。ちょっと時間は未定なんですが、えー、これはバルーンだとか、えー、バルーンごめんなさい、ドローンですね、ドローンだとか、あとは 5G、えー、という言い方になりますけども、次期システム、 システムに関する通,通信だとかそうしたものに関して通信大手の首脳陣とトランプ大統領今夜会談するというような予定になっているはずでございます。えー、そうしたところでは、えー、またまたニューヨーク株式市場期待値盛り上がって、まあ、当然ネガティブなことを私はおっしゃるとは思いませんので地政、えー、学リスクを 以外で、こうしたことでネガティブなことはおっしゃるとは思いませんので、え、ニューヨーク株高などに牽引されて、まあ、これはちょっと株式の方にも、が直接なのかもしれませんが、リスクオン的な形で、 上昇していくのかどうか、その辺をちょっと期待値として見ていきたいというふうにして見ております。えー、繰り返しになりますが、ニューヨーク市場23時内い24時ですね。えー、その辺が一応警戒というところです。もちろん何もなければそのままと、それ以上それ以下でもないんですが、その他、あとはまあ、えー、先ほど申し上げました、原油の動向。 え、こちらの方も一応ご留意とこういうところでございます。え、繰り返しになりますが、今回は私はちょっと強気に見ているんですが、下がった場合のこの上昇体、埋め戻すかどうかというところは一応警戒というところで、今回のドル円のシナリオでございます。日経225の方でございますが、こちらの方も、 まあちょっと強気に見てるという言い方変なのかもしれませんが、今、先ほど申し上げたように2万トンで100円水準割れのところで移すので、この辺の水準でもいいのかなとは思うんですが、予想レンジ2万トンで40円から2万トンで180円というところで、エントリー水準は2万トンで50円。 の水準で買って2万トンで150円で売る100円狙いです。で、アゲンストなんですが、やはり、この上昇体、今度はこちらの方は埋め戻した後にというところ、えー。この水準を見て埋め戻した後にもうこれ今までのような2万円をボンボン超えていくような短期的な期待トレ年度は終わったなというところで一旦仕切りというところでございます。ちょっとこちらの方は どちらかというと、期待が萎縮しての損切りというところでございますが、100円狙いの100円リスクというところで日経225の方のシナリオは勘案しております。 ということで、先ほども申し上げましたが、ちょっと東京市場単体での材料というのはなかなか非常に希薄でございます。欧米市場の材料に依存せざるを得ないのかなというふうにして見ているんですが、えー、欧米株式市場、現時刻において、まあ、ニューヨークダウンの方が21,410ドル水準で、ダックスの方が12,730ポイントというところで、まあまあ、欧米市場の方はそれほど 崩れてないのかなというところでございますが先ほど申し上げたように原油の動向これが需給と相まってですねどういったマーケットに影響を及ぼすのか非常に見見、えー、不透明感強まっておりますのでリスク管理の方は十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います以上6月の22日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました